もうでもお腹空いてきちゃって、考えてたらだから今チョコとコーヒー。うち食べに来ればよかったのよ。行くか。いいな、しゃぶしゃぶ。いいな、しゃぶしゃぶ食べたい。キムチ鍋いいな。パッとできそうないから、もし作るなら買い物行かないといけなくて、めんどくさくない？どう？なんかもうウーバーあんましたしない方がいいとはね、分かってるんですけどね。なんかしちゃおうかなってなるよね。もうわかる、この時間から外出るの渋いの、わかる。で見るアイナちゃんめっちゃアイドルで可愛かった、やった、ありがとう。スーパーマリオ、うん、うん、はい、冷凍してんの偉い。昨日もさ、どうしようかなってなってさ、焼き鳥食べた。配信の前です。明日の中年公演はどこを注目すればいい？え？本当にそんな出番ないからな。どこもない。どこもない。どこもないですね。あんまり。なんかどうせならさ、あれ今人数少ないんだしね、9時の一人ソロ曲とか今年やればよかったのにって、リベンジで。って思わなかった？あの時にさ、もう言っていいよね、これ時効だよね、あの時に弾いた楽曲。もうやることないし、私も卒業するし、私あの時に弾いたソロの曲がなんだっけ、ハートエレキだったんですよ。す
すごくない？めっちゃ引き強かったんだよ小島さんの楽曲。Loving you 愛しすぎて胸が息苦しい。やりたかったのハートエレキ。当時なんかなんだっけな、バースデーイベント、あ確かに、いやハートエレキはやんないけど、今日はさ、でも進歩したんですよ今日。あのお休みだったんというか打ち合わせくらいしかなかったんですけど、お仕事が、あの加湿器をなんと掃除しまして、はい、いやもう本当に耐えられなかった。なんかすっごいめんどくさかった。なんかカビっていう、カビは生えてなくて、埃の塊みたいなのがすごかったんですね。だから拭いたら普通にすぐに落ちて、クエン酸も使わなかったんですけど結局、ね、歌マロと雑巾で全部拭いて、であのなんだっけ、コンセントないところはちょっと水洗いして、加湿器を掃除して、今やっと部屋を加湿してるんですけど、あと洗濯物をね部屋に干して、やっともなんか息できるようになりました本当にここ数日乾燥がやばすぎて、いましたっけ、なんか起きたら鼻血出てきちゃったみたいな。あ、激落ちくん買ったの忘れてたわ、出番なかった。そう、ここ数日乾燥がやばかったんですよ。今ね、すっごく加湿されていい感じ。よいしょ。乾燥ひどくて私咳が止まらない。加湿大事。部屋に湿度計はありません。体感湿度でやらせていただいております。乾燥のためか数年ぶりに風邪ひきました。てか配信中に片付けしようかな。片付け配信今日やったことはすごく偉いから、あの加湿器の掃除でしょ、あとお風呂を沸かして、あのお風呂のなんていうの、椅子とか蓋とかを洗うやつ洗剤入れてバシャンって、今つき置き3時間、だからまだお風呂入れないですよ私つき置きしなきゃ、だから8時までつき置きしなきゃいけなくて5時にやったから、今その2つはやったんですよ。あと私がやらなきゃいけないのは、いらないお洋服を段ボールに詰めて発送することと、洗濯物を畳んで、収納に入れること、
が私の今のタスクなんですけど、大変。収納に入らないから、でもまず洗濯物畳むことから始めようか。確かに今ベッドの上にバシャって全部置いてあります。イエーイ。ゆいりちゃん来るわ、洗濯置きっぽかった。いつでも主婦になれないよ。私本当に片付けできないもん。なんかよくメンバーがさ、なこの間の公演でもそうだけどさ、なんか料理もできてお金の管理もできてみたいに言ってくれるじゃん。ゆいりもそうやって言ってくれてたのにさ、結婚するならあやなみたいな言ってくれてたのにさ、もううちに来た瞬間結婚したくないって言ってた。部屋が汚いすぎたから。私の家に来た人は一気に多分考えが変わると思うんですけど、ゆいりも言ってたよ。でも家に来るまでは私と結婚したいって、メンバーならあやなんがいいって言ってましたよ。けどなんかうち来たら考え変わっちゃったみたいで。なんで？コーヒーおかわりしよう。でも違うんだよ絶対ね。狭いからだと思うの。ね、友達来るのに片付けてないところまずね、友達来る予定じゃなかったんだもん。ゆいり急に来ることになったから、だから片付けてないけどいいですかって言って、本当に汚いですよって言って、あいいよって言ったから、あじゃあどうぞってどうぞって言っただけであって、まあ、とりあえず畳みますか。よいしょ。まずソファの上にあるものからね。なんでソファの上にあるのって話ですけどね。はい。パジャマをね、畳んでいきますね。で、冬物をね、最近出したんですよ。夏物をね、タンスにしまないとね。少し物があった方が落ち着くよね。それもめっちゃわかるけど、ありすぎてもなんか病むんですよ。今その状況かも。どちらかというと物ありすぎてなんか今病む手前みたいになってるから、ちょっとこれはあかん、いかんぞと思って段ボールを取り寄せて、古着屋さんみたいなところのもう段ボール詰めて送んなきゃって。B 型は多分ほとんどの人が部屋汚い、汚くないの、多いのものが捨てられないんだよねきっと。違う？私の母さんとかもめっちゃ物多いもん。なんか別にゴミとかそういう掃除してないみたいな感じの汚さじゃないのよ。物が多い、捨てられないみたいな。ミニマリスト？ミニマリスト？ん？ミニマリストとは程遠い感じですかね。どちらかというとゴミあげてごめんね。ゆりおかき、そうあやなのお部屋って掃除機ルンバがあっても走るスペースがなさそうなイメージ。そうなのよ、ルンバ一時期欲しいなって思ってたんですよ。そう欲しいなって、一番最初ね、この部屋に本当に物が少なかった時はルンバ買おうかななんて思ってましたけど、本当にねルンバすごくいりませんね。走れないのでルンバでも、逆にルンバのために片付けようって思ったら保てるのかな。そんなことはないのかな。
確かにそれはメリットなのかもしれないですね。とりあえずちょっとこの中に入れます。夏物は全部ここに入れましょう。よいしょ。もう半袖も着ないな。ニット、このザラのニット可愛いのにあんまり着なかった。よいしょ、今洗濯物を畳んでます。画面外から出ちゃってます。服はもうさ、お下がりあげたり捨てるしかないですよ、本当に。これはまあ今日の夜のパジャマだから畳まなくていいかみたいな。ダメ息出ちゃう。物が多くて、服が多くて。よいしょ。ふぅ。ジーパン乾燥機かけたらシワクチャになっちゃった。よいしょ。乾燥機にかけたらね、縮むよね普通にね。これめっちゃ履いてます、 GU のカーゴパンツみたいなやつ。元クリーニング屋の妹が引いてます。洗うのはいいけど乾燥機って引かないで。ちなみにお家にシワを伸ばすためのアイロンってある？ねえねえ、あ、誕生日プレゼント誰かアイロンくださいスチームアイロン、ね、そろそろアイロン欲しい。私アイロン人生でかけたことなくて、一回だけ買ったんですよスチームアイロンそしたら買え、いやなんか買うほど買う、自分で買うアイロンって買うか、買うよね、そうだよね、ごめん、買ったのよ。っていうかそもそも買ったけど、ハンガーに干したままがいいじゃないですか、スチームアイロン。あれを買ったらなんか全然まっすぐになんなくて、ママにあげちゃったんだよね。ママも使ってないだろうけど、え、絶対このアイロンかける文化がないの私お母さんのせいだと思ってて、
お母さんアイロンかけてるのあんまり見たことないですよ。本当に怒られちゃうかな、こんなこと言ったら。かけてる？お母さんって。パパがスーツ着てた時はかけてたかもね。だから私がちっちゃい時はかけてたんかな。パパ今スーツ着ることないからな、ほぼ。あともうクリーニング出しちゃうんじゃないですか、スーツ着ても。髪ボサボサ。学校の制服とかかけてたか。だから学校行ってた時とかはかけてたかも。そうかも。ママに怒られちゃう、こんなこと言ったら。畳むのはいいけど収納どこにしようって話。話どこに収納したらええか分からへん。さっきまでめんどくさくて何もしてなかったのにショールームしたら動き出したの偉くないですか。食事問題解決してない。確かに。7時半、まだ7時半だもんね。そもそもお昼ご飯を食べたの3時くらいだったので、3時半、4時ぐらいだったのでまあ全然いいんですけどね。まだ前田さん、マネージャーさんとまたポーカーのアミューズメント行ってきたんですよ。ポーカーの本イベントとかやったら来れないかな。めっちゃポーカー好きかもしれない私。マージャンよりポーカーにハマっちゃった今。ポーカーできますか？この間さ、なんかポーカーできる友達がいないからずっとスマホでやってる。そうだったの。なんかゆいりちゃんがさ、ポーカー覚えたいみたいな、やりたいみたいな言ってくれてさ、でこの間、ずっと一緒にいるタイミングがあったじゃないですか。あったんだけど、
ひりちゃんに全部ルール教えて、本当に夜な夜なずっと二人でポーカーしてたの。楽しいって言ってた。ゆいりは意外と覚えるのめっちゃ早かったのよ。意外とってちょい失礼かもしれないけど、もうすぐルール覚えて、え、すごいゆいりみたいなめっちゃ言ってた。めちゃくちゃ失礼。そうなんだ、ゆいり意外とそういうの覚えるの早いみたい。今からいらないお洋服を送る段ボールを組み立てたいと思います。よいしょ。レイズとコールのルールが今ちょっと分かんないです。レイズとコールの違いですか？説明しますね。ポーカーのルールはなんて言ったらいいですかね。レイズとコールの違い？なんて言ったらいいの？レイズは金額を上げる。例えば相手が300、400、200とかで、なんで説明したらいいのこれ。200でチップを乗せてきたら同じ額かけるのがコール。200、基本同じかけチップでかけ額かけ金じゃないとゲームが進まないんですね。で、向こうが200って言ったら200か、もし自分が自信のある強い手だったら、まあ、600とかかけるわけです。上乗せして。それがレイズ。そんなに自信なかったらコールで200みたいな。で、自信があったら600とかにレイズして、そしたら向こうはそれに乗るか降りるかを決めなきゃいけなくて、ホールドって言うんですけど。そうみたいな。ホールとレイズの違いこんな感じ。どこまでレイズできるのか分かんないです。どこまででも OK な。お金持ちがいつも勝っちゃう。でも正直そのいっぱいチップを持ってる人が精神的にも有利なのは有利です。めちゃめちゃポーカーは。だってそう、下ろせちゃうから。例えばじゃあお金がない人とお金がある人の対決って本当にお金がある人の方が有利なんですけど、なんて言うんですか。じゃあ例えば私は全部で3万しかなかったとして、向こうの人は30万あったとするじゃん。で、手札があんまり強くないなみたいな時、向こうがガンって1万かけてきたら、私の1万はでかすぎるので、じゃあ降りますみたいななっちゃったりとかするから、そこは確かにそっちの方が有利なんですけど、ハッタリでレイズして駆け引きしたことは、まだ初心者なのであんまりないですけどね。そこまでブラフってやつね。本当にでもやりたいですね。なんかファイベントでそういうのやりたいみたいなのを話したら、なんか事前に初心者の人には講習会みたいなのやった後にポーカーのイベントとかできたらいいですねって話をしてたんで、やりたい。みんなが興味あるか分かんないけど。
もう近々やりたいね、なんならポーカーイベント。卒業後第一大イベント、ポーカーどう？やだ、でこの間楽しかったのがアミューズメント行って、なんかさ同じ宅にやっぱそのすごいチップ持ってるお金持ってる人たちはたくさんいるわけじゃないですか、宅に。でさ、何だったっけな、忘れちゃったけど、普通に、まあ、やってて、なんか私フルハウスだったんですよ、4枚目ぐらいで。そうフルハウスで絶対勝てるなと思って、けど向こうの人も結構多分強いカードを持ってたのかな、わかんないけど2ピアだったか、めっちゃ強いカードの2ピアだったか忘れちゃったけど、そのお金持ちの人もめっちゃなんか結構強かったのよ。まあフルハウスなのでめっちゃ強いんですけど、私が結構レイズしたんですけど降りなかったから向こうが、だから最後オールインしたんですよ、自分の持ち金を全部オールインしたら向こうも乗ってきてくれて、お金もあるから、だからそういう時にそのお金ある人と対決するとあのもらえる額も多いので、そう乗ってきてくれて、来たこれと絶対勝つわと思って、で普通に向こうは多分強いカードの2ペアで、私はフルハウスで、めっちゃ最高ですねそういう時お金いっぱいある人からいっぱいもらうみたいな。現金じゃないですよこれ、チップの話ですからね。ちなみに誤解しないでくださいねチップをたくさん持ってる人からね。これあれがないとダメだな、捕まんないですよ、チップだもんチップです。あれがない、テープがない、換金とかできないですから、アミューズメントやめてください。あ、買ってこなきゃ、ガムテープこれ、はあ、ダメだ、余計幅取って疲れるこれ。確かにテープ買いに行ってついでにご飯かな、その段ボール放置するにはちょっとでかすぎるな、めんどくさい、結局家出なきゃいけないかい、うん、めんどすぎる。めんどくさいが過ぎるぞ。ガムテープもウーバーしたらそれ不法なんよ。
ちょっと一旦外出てこようかな。明日の配信は公演の前、あと空き時間めちゃめちゃあるから空き時間でやると思います。前かな、一旦順読みますかね。じゃあ今日はお部屋の片付け気合い入れて頑張るぞ。えってか着替えなきゃいけないのめっちゃだるくね。めっちゃだるくない。だる、だるすぎた。うん、確かに。アフター来たらいいか。うん、これで。じゃあちょっとまた後で配信するかもしれない。今日は嬉しい？やったー。嬉しい、こうやって嬉しい。あとさりげなく TikTok も更新してるんだよ。見た？君にメリークリスマス。後でインストとかも更新します。じゃあ一回配信切ります。